全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タロです。道志の森に今日も来ていまして、僕の目の前には非常にカラフルなテントがあります。ちょっと気になったんで、お話を伺ってみようと思います。行ってみます。すいません、こんにちは。はい、こんにちは。タナチャンネルのタナと申します。はい、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。はい、キャンプギアについていろいろ聞きたいんですけど、はい、その前に道志の森にはよくいらっしゃってるんですか？天気が良ければ。天気良ければ。毎週ぐらい。あ、そうなんですか。その天気が良ければ。平日ですか、基本。基本ね、サービス業なんで土日が仕事だから。だから出会わなかったんですね。そうそうそう。そうってか知らないけど。僕は土日しょっちゅういるんですよ。あ、本当に。一回も見たことなくて、絶対これ僕見たらお話しかけてるはずなんで。そう。やっと出会いました。でもね、はい、テントも何個か持ってるんで。あ、違うスタイルもあるんですね。そう。これをやるのも3回目ぐらいなんで。このチャムスさんのテントが3回目と、うん、ちょっとテントについてはまた聞くんですけれども、はい、キャンプ歴としてはどれぐらいあるんですか？どれぐらい？3年ぐらい。3年ぐらいでやられてるということなんですね、はい、ちょっとじゃあキャンプギアについて聞いていく企画なんですけど、そんなに詳しくないですけどいいですか？いえ、もう分かる範囲で十分なので。まずこの今座られてる椅子、はい、こちらは どちらの椅子なんですか？これはコールマンの。コールマン。ああ、ははは。東京のね、昭島のコールマンってお店で、はい、直営店かな、なんか限定発売みたいな。あ、そうなんですね、うん、はい、アウトドアビレッジみたいな。そう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 、うん、あそこで買われたんですね。そうですね、はい。もうじゃあこれ長く使われてる感じですか？これも1年ぐらい使ってない、使ってないぐらい、経ってないぐらい、うん、ぐらい使われてる、はい。今食べられてたのがすごいいい匂いが。いやいやいや、チャーハン的な。残念、オムライス的な。オムライスですか？残念。いえ、メスティンですか？あれでかいっすね。ラージサイズの。ラージサイズ。あ、これですか？あ、これはちょっと、これを取られちゃうと超恥ずかしいんだけど。これは最近買ったって感じですか？じゃあ。そう、初。じゃあ今日使ってみようと。そう。どうですか？だ、失敗した。こうした。失敗した。なるほど。まあじゃあ今後は、はい、美味しいのをさらにできていくってことですね。勉強させていただきます。すいません。ありがとうございます。で、この横にあるクーラーボックスが2つ。はい。今回は何泊ですか？2泊です。2泊。はい。2泊で、こちらがどんなもの入れてるんですか？もう食材メインで。より保冷力が必要なものと。そう。で、こっちが、飲み物メインで。で、こちらのテーブルがユニフレーム。ユニフレーム。最初はね、はい、コールマンのテーブルとか買ったんだけど、壊れちゃって、すぐ、だったらもうこれでいいかなと思って。最初はね、物置にしてたんだけど、テーブルにしちゃおうかなと思って。はい、で、これをもう大量に買って、はい、あとはもう物置とか全部。あ、6個買ったんですか？全部で。全部6個。おいくらぐらいですか？1個。1個いくら？で、3000円ぐらい。あ、まあじゃあちょっと安い時にまとめてだだっと買われたわけですね。で、その横にあるそれなんですか？これ缶ストーブ。缶ストーブ。缶ストーブ。まあちょっと暖を近くでも取りながらということなんですね。はい、でちょっと前のこの焚き火台あたりをちょっとお聞きしたいんですけれども、この焚き火台。はい、これはコールマンです。これコールマンです。コールマン、これ僕の2万円のお小遣いで買ったコールマンです。あ、そうなんですか。月2万の、まあ、月2万のお小遣いで買わさせていただいた。なるほど。これも結構長く使われてます。これもね、3回目です。あ、そうなんですか。もうために貯めてやっと買ったって。別のものが、そう、加えちゃってこっちに変えたって。ちなみにこの前は何を使うの？バンドック。バンドックで、このコールマンに買い上げ、お小遣い貯めたんで。なるほど、貯まったんで買おうと。自動的にそうコールマンの焚き火台に変わったわけですね。頑張りました。で、こちらにもまたストーブがあって、でこの上の焚き火ツールですか？これはなんかどちらのメーカーとかあるんですか？これネットで買ったんで、ちょっといまいち分かんないんだけど。もうこのフルセットって感じですか？そういうフルセットです。これ吊り下げのやつも。そう。これをこうずらすと、こっちの上でも鍋が置けたりする。置けたりす。で、この上に置いてるのがダッチオーブン。ダッチオーブン。これはどこのですか？これはどこだか分かんない。安いやつです。ニトリとかそういうの。そう、そこら辺の感じの。あ、まあ、なるほど。特にこうノーブランド系というか。そういう感じなんですね。ありがとうございます。で、ちょっとじゃあぐるっとこっち回って、こちらのランタン、これはコールマン。これはこれも長く使われてるんですか？これもね、いや、半年ぐらい。他にもランタンお持ちなんですか？ランタンにいっぱいありすぎて、はい、荷物がすごいなっちゃうから置いてきちゃった。あ、そうなんですね。これ以外だとどういうランタンがお持ちなんですか？外のガス缶のやつ、2個ぐらい持ってて、はい、オイルをガソリンやろうかなと思って、で、
他の人が言ってるのか、うん、やろうかなとやってます、はい、あとはそこにぶら下がってるその、なんであれ、あ、もう一個ありますね、うん、それすんごいんですよ、それ3000ルーメン、3000ルーメン、すんごい明るいですね、じゃあこの2つでもほぼほぼこの中は明るいと、明るいけど、まああとちっちゃい子、手元に置くランタン、ちっちゃいの、あ、もうあるんですか、あるけど、まあそれはまあ、テントの中なんで、あちらにあるわけですね、うん、これはあの薪なんですけど、これプレミアム薪って書いてますけど、これなんかネット通販で買ったのかな、あ、ま、それいいっすよ、はい、中に入ってくるやつ、中に入ってくる、これは同志で買ったけど、これはいいっすよ、本当にいつもは通販で買うんですね、通販で買う、まとめて、これでいくらぐらいするんですか、まあこれちょっと中身が違うんであれですけど、20キロで3000ぐらい、3000しない、あ、うん、あ、アマゾンとかで、そう、チャムスが好きなんですか、最近チャムスにハマってて、ハマってるんですね、最近ハマってて、あそこのボトルのチャムスですもんね、あれはシールを貼ったそうなんですね、シールを貼る、シール貼るぐらい大好きってことです、いや見た目もチャムスでしょ、確かに100均とは思えない、僕はもう完全に騙されてる完全に罠で回ってる、そう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 、なるほどですね、じゃあちょっと後ろぐるっと僕回って、この上にここにもありますね、チャムス、これはでも本物、これは本物、本物って言うのシールじゃない、シールじゃなくて、でシェラカップ、あ、シェラカップ もチャムス、チャムスなんですね、それも本物です、あ、じゃあちょっとあのテントについてお伺いしたいんですけど、ちょっと一緒によろしいですか、すいません、いいですよ、僕でよければ、はい、このテントなんですけど、はいはい、これすごいです、これなんていう柄なんですか、タイダイってやつ、タイダイ、タイダイ、すごいカラフルですね、もうあの坂上がってきた瞬間なんだと思いましたもん、いや本当はね違う柄にしようと思ったんだけど、はい、どうすならこれにしよう、まあそうですね、どうすなら、でこれは何人用のテントなんですか、これは5、6人だよね、5、6人、うん、結構広いですよね、なんかもう逆に広すぎて、はい、使い余しちゃう、ワンポール、ワンポール、これ設営って結構どうする時間、いや慣れればねそんなでもないけど、うん、ないんだけど思ったよりうまく立てれない、あ、そうなんですか、立てるのは簡単だけど綺麗に立てれないっていう、ああ角度的にしっかりしないとってことですよね、そう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 、ちょっとこれ開けてもいいですか、あ、どうぞどうぞ、これすいません失礼します、せっかくなんで開けさせてもらって、これやっぱ柄がこういう感じなんで明るいっすね、明るくて夜もね、うん、すごいね逆に明るすぎて目立っちゃう、夜も明るい、夜なんかなんかライトさ、すごい明るいっすよ、外から見たら、外から見て色明るくらいですか、そうそう、すごい明るい、まあ、ある意味目印にはなるというか、ね、皆さんの灯台ですね、じゃあ皆さんの灯台させていただきますでこの中にあるあのストーブ、ストーブ、あれはどちらのでしょう、はい、これ豊臣さんですね、豊臣もう長く使われてるんですか、これも1年くらいかな、1年くらい、うん、どうですか使い心地は、いやこれはねやっぱあったかいですよ、あったかいし、うん、レインボーなんで、レインボーっていうからすごい光る、うん、明るいですね、綺麗ですか、ランタンみたいなので、あ、眺められるぐらいの綺麗さ、なかなかもう目立っちゃっていいですよ、これぐらいの広さでこの1個で冬とかどうなんですか、いやもう全然、去年とかも、去年はねあのコールマンのツールームでやったんだけど、はい、もう全然もう全然あったかい、今日は下はどんな感じで寝るんですか、今日はもうあのままコールマンのマットと上のスイーピングベッドで、エアーのやつですかね、エアーじゃないですか、あれあれなんだ、あれウレタンとかですか、そうウレタンですね、違ったと、エアーではない、エアーは持ってたんだけど穴開いちゃってダメだったんで、結構分厚いですよね、あれでも結構厚いです、あれもう寝心地、あれが小さくなるんですか、もうギューッとこう圧縮して、開けたら勝手に空気が入るやつですか、あ、そう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 、あでその上にあれもコールマンの寝袋がある、寝袋で、で枕もコールマンと、コールマンで、こちら先ほどおっしゃられたこのランタンが、これ3つありますね、あ、3つあるね、1、2、3、うん、はい、あれどこのなんですか、あれはバンドックかな、あ、バンドック、うん、2つとも、2つとも、これちなみにこれどういうことですか、これ、いやこれね立ってたんだけど朝方かな寒くて下げた、ただ何本当もう高いですよ、あ、もう一段高いけど下げてるんですね、下げてるんです、ちょっと風をちょっと避けるためにこれあれですね、こう横がせり出してる分中の空間がすごい広そうですね、そう高さが出るんですよね、あ、ここもメッシュなんですね、はい、開けようと思えば、あ、でここにこうロゴがあると、はい、可愛らしいですねペンギンちゃんが、あ、で下にブルーシートを引いて、ブルーシート常に濡れないように、まあそうですよね、まあ濡れちゃうんだけど、うん、ペグこれだいぶ頑丈ですね、これ別売りのこれ別売りの、これは小川さんです、小川の、あ、小川さんのペグ使ってるんです、小川のペグ、これはなんか結構頑丈ですね、ここ、でもどうなん、もともとついてるやつなんで、これ本当インパクトありますね、
ちょっとじゃあタープを後ろからちょっと見たいんですけれども、これもタープも結局これってセット売りって感じですか？いや別です、別で別で買って、要するにこのタイダイカラーがいくつか種類があるんですか？このチャムスさんで。ああ、いくつか種類がありますね。この形じゃないテントでもあるんですね。はい、最初テント買って、その後にタープ買ったって感じ。あ、そうなんですね。これも結構でかいですよね。前が、今も車に乗ってるけど、はい、別のコルバンのヘキサタープ使ったんですけど、はい、雨とか降ったら振り込んできちゃって、うんうん、でっかいの買おうと思って。あ、そうですね、うん、だったら同じ柄にしようかなと思って買った、うんうんうん、なるほど。基本はもう2人でキャンプされる？基本は2人です。たまにあの同僚の友達連れてくるんだけど、うん、休みがなかなか合わないから。あ、ちょっと話変わるんですけど、はい、これまで行かれたキャンプ場でここめちゃくちゃ良かったって方、一番教えてもらえませんか？一番、はい、ふもとっぱら。あ、ふもとっぱら。もう超大変だったけど、やっぱ富士山は超消えたんで。大変だったというのは？風がすごくて。あ、その時がもう悲惨です。まあ確かにあそこ広いですからね。もう3週ぐらい前行った時に、はい、初日はねすごい天気良かったんだけど、はい、2日目が大雨で。あ、そうなんだ。これですか？その、いや、その時はコールマンで。コールマンで。もうあの時はもうやばい。あ、まあある意味思い出には残りますね。思い出には。で、あとはね、はい、埼玉の巴川の巴川キャンプ場、うんうんうん、それは良かったですやっぱり、ね、あとは秩父の方の、はい、長瀞の方の長瀞の方にあるキャンプ場がすごく良かった、うんうん、すごく良かったですやっぱ。なんか川があるからいいとかそういうのか、そういうのもやっぱそうですね。川があるんですよ。あとキャンプ場がすごい綺麗だったっていう、うんうんうん、重要ですもんね。まあまあ、まあ、道志の森も、道志の森はねやっぱりまあお値段的にも、うん、まあ毎週来てるぐらいなんでお安く。そうですよね、うん、一番来てるぐらいじゃないですか。ここと、あと手前の方の椿荘の、はい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 、まあどっちかっていう感じで。あ、そうなんですね、うん、なるほど。いやー、いろいろと楽しいお話を聞かせていただき、どうもありがとうございます。僕でよければ、うん、今日ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。ください。全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、サラです。今キャンプ道具ベスト10に出演いただける方を募集していますので、ぜひ DM ください。お願いします。